はい、こんにちは、くんです。ということでやっていきましょう。人狼ジャッジメント。トトトトト。トトトトト。くんです。やります。さあ、やろうか。霊能です。これは9人だけどね。趣味に人狼に占い一例のうちか。まあ普通に考えて妖術と偽占いと占いで3人になるのかなって感じか。いきます。は？なんで4人出るんですかね。カミラはアンナシロー。アンナはローラシロー。なんか俺に刺さりまくってんな。ソフィアはフェイシロー。ジェイはローラシロー。はーい。なるほど。じゃあ、フェイだけしか囲いいねって感じか。だって4分の1だもんな。占い行くしかない、ないかな。占い行きましょうか。囲ってるとしたらソフィアかカミラだな。まあそうだな。まあそうなんだが、ソフィアクロスでお願いします。当たり前すぎだけど、果たして黒でこのセリフ言うかなって感じがある。のんきすぎるというか。ジェイが用意したら霊能師さんを使用するのってどうなんだろうねと思うから、ジェイは。なんか適当に白出ししたって発想はないのか、アンナは。アンナは用事じゃなさそうだな。アンナは幼児じゃなさそうだね。ヒューが占い先囲ってる懸念があるのにフェイのせいしないのに違和感ありますね。ヒューとかどうでもいいんだよ、まだ。ジェイ考察がないな。ジェイもソフィアも考察がないな。ジェイ、アンナはローラ、白。カミラが幼児さん、アンナに白打つ利点がないので、カミラは黒かシン。ギからって。お前もか。幼児が適当白打つ、打ってアンナに当たったっていうのを考えない世界の人か。お前も幼児じゃないのか。ってことは、ジェイがカミラ釣りになるぞ。違うか。逆にソフィア釣りか。幼児がジェイかカミラってことでしょ。ジェイ黒でこのムーブするか。カミラが妖術の可能性か。
妖術でこんな新芽取るか。まあでも妖術でも新芽取るからな、別に。ジェイは何をしてんの、一体。うん、なんかジェイが一番芯ない気がするな。なんだそれ。なんだそれ。そんな適当な理由？まあでも。ただ下手くそなだけかもしんないからな。ただのトロールな可能性がちょっとジェイ浮上したな。こんなこと言うかな、黒で。黒とか妖術で。あ、トロールじゃないかな。プレイヤースキルなんかなさそう、ジェイ。ソフィア釣ります？ジーかカミラで妖術がどっちかにいて、あんなソフィアって感じか。ソフィア釣りますわ。カミングアウト。J が決まらないね。1分前。何してるんだろう。時短よろしく。時短よろしく。時短よろしく。今黙れ。いや、これ騙され、あの、バラされないようにするためなんでね、妖術に。ワンチャン罠の位置とかだバラされたらだるいから。だからソフィア指定とかしなかった。30秒前。ソフィアが妖術だったらだるいっしょ。罠師とか占ってたら、うざいじゃん。よし、オッケー。いいですね。俺のこと噛んでくる可能性あるな、かなり。ワンチャン霊能抜きみたいな。
お新結果投げてんのかそこ。適当に抜いたのかそれか。おはよう。カミングアウト。おはよう。おはよう。ロディ黒、ヒュー白。延長希望。まあ、の、脳白 D 釣りでもいいかもな。余裕あるからな。時短よろしく。時短よろしく。時短よろしく。10秒前。よし、勝った。 OK、 ナイス。素晴らしいね。素晴らしい。 OK。 やばめちゃくちゃ強い俺うまいな、人狼ジャッジメント。もう人狼うまいな。よかったよかった。やっぱ J 妖術か。ソフィアの非妖術透けたもんな。J は占いどこ占ってたんだろう。新結果投げたのか。あ、本当に新結果出したの J は。マジマジですか。はい、ジジです。オーツ。